止めてやるからな。覚悟しろ。俺のこの侍ベド、止められるもんなら止めてみな。それでは行こう。さあ次はいよいよ決闘戦だ。よーし、これで決まりだ。イクレのシューティングスタークラッシュ。もうここに俺の相手はいない。俺はこの100連勝を区切りに武者修行に出る。もっともっと自分を鍛えて世界一のブレーダーになるんだ。それがあの人との約束だからな。強くなれ。そしていつか俺を超えるブレーダーになるんだ。世界各地で新たなブレーダーの育成に努めている仲間たちに申し訳立たない。頑張ってね、大鳥翼本部長。ああ。さてさて、私もベイの明日を担う若きブレーダーたちの活躍を見に行こっかな。ついに来たぜ。ここが伝説のレジェンドブレーダーたちがしのぎを削ったベイブレードの聖地。ここから俺の修行は始まるんだ。すごい熱気だな。俺のいた町とは気合が違うぜ。なあ、この町で一番強いブレーダー知ってるか？一番強いブレーダー？やっぱり飛龍院忍かな。飛龍院忍？そいつにはどこに行けば会えるんだ？どこで？ベイパークに行けばいるんじゃね。強いやつはみんなベイパークで練習してから。ベイパーク？みんな頑張って丸のデータ収集に協力。
いスタジアム初めて見たぜ。初めて？次、俺にバトらせてくれよな。なんだお前、みんな待ってんだ、順番守れよ。硬いこと言うなよ。俺はベイの修行のためにはるばるこの町へ来たんだ。お前らいつもこんなすげえスタジアムでバッてんだろ。だったら俺に譲ってくれたっていいじゃん。はあ、ベイの修行？大体ゼロジースタジアム知らないなんてどこの田舎者だよ。何？いいぜ、田舎者にレベルの違いを教えてやるよ。そっか、悪いな。だったらせっかくだ、お前ら全員まとめ相手してやるぜ。何？てめえ、俺たちに喧嘩売ろうってのか？面白い、後悔すんなよ。そう来なくっちゃない。ほほー、なんだか面白そうなことになってきたっすよ。おー、すげえ、ゼロジースタジアムか。やっぱ本場は違うぜ。おい、今さら落ち着いたね、もう遅いぜ。誰が最高に沸かしてるぜ。行くぜ。ボドヌガスタジアムを蹴る力を利用してスタジアム全体が回るようになるのか。今だ、行け。瞬殺してる。ほらほら、どうした、甘えて。行くれど、こいつベイの聖地での初勝利だ。派手に決めてやる。スタジアム、どうやってスタジアムアウトさせんだ。